カーだけ好きなんですよ、ギャンブルで。他のギャンブルしないんですよね。多分今後一生経営やると思うんですよ。で周りの人に聞いてもなんだろうって考えると、マックスの例えばリスクって経営はっていうと、これめちゃくちゃ得なの分かりますっていう概念を持ってないと運ゲーになっちゃうよ。はい、どうも、水田孝之です。ま、今回もね、松田さんをゲストにお迎えして動画撮っていこうと思います。お願いします。ゲストというか喋り相手ですね。ちんともが熱を出しちゃったんで一緒に撮っていこうという回になります。今回のタイトルは、人生もギャンブルも期待値を求めるゲームである、そんなテーマでお話をしていこうかなというふうに思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。僕はポーカーが大好きです。僕ね、ポーカーだけ好きなんですよ、ギャンブルで。他のギャンブルしないんですよね。バカラもしないし、ルーレットもしないし、競馬もしないし、まあ、それ全部しないんですよ。で、なんでポーカーだけやるかっていうと、ポーカーだけが唯一対人ゲームなんですよね。対カジノとか対胴元対パチンコ屋とかじゃないから、こいつ下手だな、こいつに対してだったら絶対スキルエッジが出るな、絶対に期待値プラスのゲームがし続けられるなって人に対してだけ戦っていくことができるから、普通に期待値プラスのゲームができるなって思ってるんですよね。期待値がプラスのアクションを取り続けていくことによってチップが増えていく、そういう選択が楽しいよねっていうことで僕だけやってるんですけど、人生も一緒だなって思って、そんな話をしていこうかなというふうに思います。お願いします。なんでポーカーを最初に例えに出したんですけど、ポーカーわかんない人でも普通にできるお話をしていこうかなと思います。はい、僕は多分今後一生経営者やると思うんですよ。で周りの人に聞いても、もうサラリーマン一生戻れないよねって言ってます。どうですか？私も一緒です。いや、もうね、戻れないんですよね。戻れないですね、残念ながら。一回あることを考えたことがあったんですよ。経営者のリスクってなんだろう、本当に倫理とかそういうものを全て除いた経営者のリスクってなんだろうって考えると、例えばマックスのリスクって借金を大量に背負って生きていけなくなることではないんですよね。自己破産っていう選択が日本にはあるので、うん、例えば今から事業を作ります、貸してくれる額は信頼だったりとか今の事業規模によるんですけど、例えば僕が今から5億円借りれました。でその事業をやって失敗しました、返せません、やばいと、返せなくなって全事業売上がゼロになったってなったら、マイナス5億円なのかっていうと、マイナス5億円なんですけど、現状自己破産っていう仕組みがあるので、それを使うとゼロにできる、ちゃんと理由が明確であればね。ギャンブルで溶かしたとか、そういう変な理由でなければ。でその時のデメリットって何かっていうと、クレジットカードが作れなくなります。家を借りる時に審査が通りにくくなります、うん、そして銀行とかからお金を借りれなくなります。7年ぐらい代表取締役になれるなれないみたいな諸説あるんだけど、なれないみたいな話もちょっとあるぐらいなんですよ。で、まあクレカはぶっちゃけデビットカードが作れます。借りなくてもできる事業いっぱいあります。代表なんて他の人にやらせればいいし、フリーランスでもいいじゃないですか、うん、家なんて借りなくても恋人に借りてもらえばいいし、友達の家に転がり込んだらいいし、実家もあるし、手段はなってもあるよねってことなんで、はい、マックスの損失がゼロなんですよ、経営者。わかります？確かに死ぬことはない。そう、死ぬことはないんですよ、うん、金銭的に。どんだけやらかしても、これが経営者です。じゃあリターンはっていうとどうなる？これが上がないんですよね。1億2億3億4億6億10億100億、はい、利益でどれだけでもいけると。じゃあこの時に期待値ってリスクとリターンの比率で出るわけなんですよ、はい、でそれに対してその事象がどれぐらいの割合で出るのとかかけられて、期待値っていうのは出ていきますよ、うん、例えばじゃんけんで勝ったら1000円もらえます、負けたら1000円失っちゃいます。これ期待値プラマイゼロですよね。 50% で勝って1000円もらえて、 50% 負けて1000円失うから。例えばじゃんけんで勝ったら2000円もらえます、負けたら1000円払わなきゃいけません。この時の期待値はいくらですかっていうと、 50% の確率で勝ったら2000円もらえるんで、はい、2000×50% で勝ち分が1000円もらえる確率がありますよね。負けたら1000円失うのが 50% あるから500円です、はい、でこれ足すと1000-500でプラス500円の期待値で、1回やることに500円得していくゲームだよね、ということになります、はい、こういうゲームをだからやり続けたら得だよねっていう話なんですよ、はい。じゃあ経営者はっていうと、これめちゃくちゃ得なの分かります？期待値的に考えると、はい、だって上が無限大で下がゼロっていう、でただし上の可能性が低いんですよ。分散が激しいというか、例えば100万に行ける人が 1% とか 1.5% とか、150万に行けるのが 1% とかで、ゼロにとどまっちゃう人が 80% とか、そういうのが経営者。ただ期待値としては結構プラスだよねっていうのが経営者だし、年間1億とか2億とかっていうところに行けるのは絶対経営者だよねと。で会社員ってどういう感じかっていうと、月20、30はほぼ確実に行けるよねと。でもさらに上って行けないよね話なんですよ。アッパーが決まってる。そう、じゃあどうしたらいいのっていうと、これが僕の人生攻略のって言ってる。まず普通に就職して、でそこから副業ベースでちゃんとスキルを身につけていきましょうね。で月5万とか稼ぎましょうね。でそれができたら、その月5万を拡張していって、月20、30稼ぐようになったら本業を見ましょうね。でその月20、30稼げたところを本業の時間から月100ぐらいまで持っていきましょうね。でそこからさらに自分の個人事業と絡めて自分の事業に注力していきましょうね、うん、っていう風にやっていくと、最も期待値が高く自分の事業を作っていけるから経営者めっちゃいいよねっていう話をしてるんですよね。自分もともとサラリーマンだったので、うん、何にもスキルがないのに
に、じゃあ独立しましたってマイナスが仮にゼロだったとしても月30でもらってる分がゼロになるリスクって思ってしまうんですけど、うん、副業って考えると稼げなくても固定の収入はもらえるって、うん、リスクゼロしかないんですよね、うんうん、そうなんですよね。ギャンブルの期待値とバンクロールっていう考え方が2個あって、これに近いのかなってすごく思うんですよ、うん、大前提として期待値がプラスのゲームはやった方がいいです。期待値がプラスっていうのはやればやるほど得になるゲームですよね、うん、じゃあバンクロールってどういうことっていうことなんですけど、はい、昔こんなことがありました。ラスベガスのカジノであるゲームで1日ごととか時間が貯まると大当たりみたいなのが出た時にもらえる金額がちょっとずつちょっとずつ増えていくみたいな、ジャックポットが増えていくみたいな、ジャックポットっていうものがあって徐々に徐々に増えていくんですよね、うん、でジャックポットが出なすぎてすごく高額になってると。ある日世界の横澤さんっていうすごい有名なプレイヤーさんがいるんですけど、こんなツイートをしていました。速報、誰でも時給5万円のギャンブルを見つけました。当たれば一撃で8億円、シーザーズ経歴のパイガオポーカーのジャックポットが溜まりすぎて期待値プラスの宝くじ状態になってます。誰かが当たるまで期待値プラスです。ぜひ挑戦してみてください。挑戦前に必ずリプライで詳細を確認。でこれフェイスアップパイガオポーカーっていう対カジノというポーカーなんですけど、はい、ジャックポットが溜まりすぎてるパンパンになってる関係で一撃8億だから期待値がプラスなんですよね。ではこれ52枚プラスジョーカーから7枚カードが配られて役を作るみたいなゲームなんですけど、7枚使ってストレートフラッシュを作ることができたら630万ドルだから8億円ぐらいみたいなゲームなんですよね、はい、結構楽しいんですよ。これをでも当てに行くのって1億回やったらプラスとかそういう世界なんですけど、単一で見るとすごく当たる確率低いから当たるまではワンベットあたり5万円ずつ溶けていくみたいな、そういう世界なんですよね、はい、でも確かに期待値はプラスです。5万円やるから理論的には5万5千円得になるみたいな、そんなゲームなんですよ。宝くじは買えば買うほど損するようにできてるけど、この場合は期待値プラスだよって。そうそう、だからこれを1万人とか1億人とか外注雇ってドワンってやったら絶対もらえるっていうゲームなんですよ。なるほど。それ現実的に無理だよねっていう話なんですよね、うん、でこれが企業とかも実は同じような考え方が当てはめられて、でこれがいわゆるバンクロールって考え方なんですよ、うん、もし100億円持ってるんだったら、うん、大量に人を雇ってバババババババってやったら絶対当たるからいいんですよ、うん、これが100万円だったらこれやんない方が多分いいよね、100万じゃ多分当たんないからっていう考え方なんですよね。はいはいはい。だからあなたがもし今時間がなかったりとか余裕がないのであれば、うん、いきなり YouTube とかやって当たるまで待とうはきついんですよ。 YouTube って期待値プラスなんだけどそれはきついよねって話だから、発信するよりまず手元のお金をちゃんと作った方がいいからスキルを身につけた方がいいよねっていう話なんですよ、うん、時間が経って例えば YouTube とかって成功確率っていう表現はしたくないんですけど、時間かかるから試行錯誤していって、例えば10本に1本しか最初やった時は当たらないから、でその当たった動画を深掘っていって安定的に当たる企画を出していけるようになるみたいな感覚じゃないですか、うん、そういう風な感覚が必要なのかな。だから期待値プラスのことをし続けていく。で最も期待値がプラスなことってやっぱり爆発力のある経営者なんですよ。ただそれってパイガーポーカージャックポットみたいなもんなんですよね。だからまずは着実に勝てる労働で現金を稼いでからパイガーポーカーのテーブルに座らなきゃいけないんですよ。なるほど。でもそれもなるべく期待値の高い労働をやった方がいいよねっていう話なので、うん、今だったら動画編集とかプログラミングとかそういうものを学んで確実に稼げるものを勉強してからその空いた時間で自分で授業を作っていって、こういう資産性の高い発信とかをやっていったらいいんじゃないかなっていう。確かにですね、バンクロールっていう概念を持ってないと運ゲーになっちゃうよっていうことですね。そう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 、運要素をなるべく排除しながら再現性高くやっていくのに、じゃあいきなり起業して10億目指そうではなくて、ないまずは自分の時給単価を上げよう。そうそう、ないと死んじゃうから。素晴らしい。この言語化してる人なかなかいないんじゃないか。無理でしょバンクロールの概念がないからポーカープレイ以外で、よく好きなことで生きてこうみたいな YouTube で YouTuber みたいに目指してて、もちろん宝くじみたいに当たる人もいれば底辺 YouTuber みたいに何本か受けてほぼほぼ収入化までいかない人の方がほとんどっていう世界。それだったらちゃんと動画編集とか学んでクライアントワークで稼げるよっていう状況を作った上で YouTube とか、うん、だって僕がもしプログラミングとかできなかったらこの3000再生4000再生で商品売れるの待とうなんて思考なんないですからね、うん、焦るからねもっとっていう感じですということで、期待値とバンクロール、ギャンブルも事業、すべて期待値を追い求めようという、そんなお話でした。より再現性を高めたい人にはおすすめなものがあるんですよね。はい、概要欄にある、小雪の無料 LINE マガジン読んでみてください。これだけ限定ですね。資本主義攻略の裏前にやってるスライド枚数26枚超え、動画分数80分超えの動画セミナーをプレゼントしてますんで、そちらも合わせてチェックしてみてください。ということで、今回の動画は以上になります。どうもありがとうございました。ありがとうございました。